俺はミルフ、牛鬼組の若頭をしていたが、二代目の母である姉さんの水着のコラージュ写真を作り、組事務所の前で販売したことで組を破門にされた。ミルフ君、何を一人でブツブツ喋ってるの？今の聞いてましたか、ラシキさん。聞いてたけど。今のを聞いてどうして私が破門にされたかわかります？私にはさっぱりなんですけど。僕には思いっきりわかるよ。答えは一つしかないじゃないか。組事務所の前で組長のお母さんのコラージュ写真を売ったからだろ。何言ってるんですか。そんなわけないです。だって姉さんが言ったんですよ。新しいしのぎを考えて組の利益を上げろって。だから必死のたまごっちで私は新しいしのぎを考えたんです。必死のパッチね。それに売り上げ1億だったのに。それはすごいでしょ。なんて、もういい加減その妄想の話やめようよ。妄想？うん、妄想でしょ。ミルフ君が元ヤクザの若頭なわけないじゃん。そもそも元ヤクザだったらうちの会社に入れないし。本当なんですって、信じてください。ほら、ここに入れ墨入ってますし。猛虎斑じゃないか。なんでまだあるんだよ。違います、猛虎斑の入れ墨なんです。何でもいいから入れ墨入れろと姉さんに言われて入れたんですよね。はいはい、もういいから仕事やろ。うん。俺は那敷隆、28歳。ミルフ君は最近会社に入った子なんだけど、いつもこんな風に俺は元ヤクザとか言ってるんだよね。面接でもこの話をしたみたい。それを社長が面白がって採用したんだってさ。おい、那敷君。何でしょうか、服部主任。那敷君、例の資料はできているか。ほら、取引先のプレゼン資料。ああ、はい、できていますが。確認するから持ってきてくれ。ああ、いや、ほら、プレゼン資料の入った USB を持ってきてくれ。上司の命令に逆らうのか。わかりました、すぐに持っていきます。こちらとなります。どれどれ、確認するよ。うんうん、いい出来じゃないか。さすが那敷君だ。俺たち同期の中で一番仕事ができたもんな。いや、さすがだよ本当に。じゃあ明日は那敷君は社に残ってこの資料をまとめてくれ。ちょっと待ってください、服部主任。明日のプレゼンは私がする予定じゃ。そう思っていたんだがな、こっちの仕事を那敷君にやってもらった方がいいと思って。明日は俺がすることにしたんだ。そんな、またまたってなんだ。またって、さっきから失礼だぞ那敷君。俺たちは同期だけど今は上司と部下の関係なんだ。ちゃんとそこをわきまえてくれたまえ。申し訳ありません、服部主任。わかればいいんだよ、わかれば。さ、この仕事を頼むよ。ふぅ。忍者服部君と那敷さんって同期だったんですね。忍者服部君？ああ、服部のことか。そんなの聞かれたら怒られるぞ。でもどうしてまたプレゼン資料を那敷さんが作るだけ作って本番のプレゼンを服部主任がするんですか。私が入ってから何回もありますよね、そういうこと。ミルフ君が入る前からずっとだよ。え、服部君。何ですか、片桐部長。明日のプレゼン楽しみにしてるよ。服部君のプレゼンはいつも完璧だからな。特に資料が分かりやすくていい。ははそんな風に言っていただけて光栄です。プレゼン力だけで主任になったようなものなんで。ああ、確かにそうだな。半年前100億の契約をあの伝説のプレゼンで勝ち取って、それで主任になったんだからな。あの時の資料の出来も本当に素晴らしいものだった。今回も期待してるからな。はい。あの、片桐部長、明日のプレゼン資料は。いいんだミルフ君。でも言ったって誰も信じてくれないから。半年前もそうだった。え、じゃあもしかして。今夜飲みにでも行かないか。はい、お供します。そしてその日の夜。くぅ、五臓六腑に染み渡る。なんでそんなおっさん臭いのさ。しかも枝豆食べながら言うセリフじゃないだろ。ミルフ君、少し
昔の話をしてもいいかな。プレゼンのことですか。ああ、あれは半年前、まだミルフ君が入社する前のことだった。僕は片桐部長にも期待されてて、同期の中でも一番に出世するだろうと言われ、期待に応えようと毎日一生懸命に頑張っていた。すごいじゃないか、梨木君。また君のプレゼンで契約を取れた。ありがとうございます、片桐部長。これも片桐部長のご指導のおかげです。謙虚なところもまたいい。梨木君、次のプレゼンが勝負だぞ。決めれば100億円の取引なんだからな。決めれば君の出世も間違いなしだ。期待してるぞ。はい。それに比べて、服部はな。もうちょっと頑張れ。君の資料は分かりにくいんだよ。だから契約が取れないんだ。梨木君の資料から学んだ方がいいぞ。はい。じゃあ梨木君、またな。あ、はい。くそ。最近服部は全然うまくいってないみたいだ。同期の中でも正直浮いてるやつだし、誰にも相談もできてないんだろう。そうだ、服部。なんだよ。よかったら今日飲みに行かないか。いろいろ溜まってることがあるだろ。聞かせてくれよ。俺たち同期なんだからさ。けっ、お前に話すことなんてない。誰がお前なんかと飲みに行くか。あ、そうか、悪かったな。じゃあお先に失礼するよ。お、ちょっと待て。お、悪かったよ。虫の居所が悪くて八つ当たりしちまった。よかったら一緒に飲みに行ってくれないか。あ、ぜひ。そうか、服部もいろいろ大変なんだな。ああ、そうだ。勉強のために今度の梨木のプレゼン資料を見てみたいんだよ。プレゼン資料を明日見せてくれないか。ああ、そんなことなら全然いいよ。プレゼン資料はどこにあるんだ。俺の机の中にある USB に入ってるよ。そうか。よし、じゃあそろそろ帰るか。明日もあるしな。最後にこれを飲んでから帰ろうぜ。そうだな。あれ、苦しい。大丈夫か、ナスキ。しっかりしろ。翌日。はあ、ナスキ君がそばを摂取してしまってアナフィラキシーショックを起こして入院。どうするんだ。もうプレゼンは明後日なのに。片桐部長、私にやらせてください。服部君、君には荷が重い。大丈夫です。絶対にどうにかしますから。私が飲みに誘ったせいで服部はああなったんです。責任を取らせてください。そこまで言うなら分かった。任せたぞ、服部君。はい。1週間後。片桐部長、本当にご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。無事だったのは良かったが、体調管理がなってないんじゃないか。申し訳ありません。でもどうしてあの日そばアレルギーを起こしたんだろう。そばなんて食べてないはずなのに。それでプレゼンですが。それなら大丈夫だ。服部君が代わりにやって取引してもらえることになった。あ、本当ですか。ああ、完璧な資料を作ってくれたんだ。ちゃんと礼を言うんだぞ。は、はい。服部、本当にありがとう。そしてごめんな、迷惑かけて。そば粉入りの酒を飲んだのに命があったんだな。え、そば粉入りの酒。しかも自分の資料を使われたっていうのに。ありがとうなんてアホなのか。俺の資料、もしかして。あ、鍵が開いてて USB がない。お前ふざけんな。痛い。何するんだよ、ナシキ。おい、ナシキ君、恩人になんてことしてるんだ。違うんです、片桐部長。こいつはそんなことが。ああ、僕はこのことでクビにはならなかったものの、干されることに。出世コースからは完全に外れた。服部を殴ったこともあり、僕の話は誰も信用してくれなかったんだ。そして服部はその件で主任になったってわけさ。まあ信じてもらわなくてもいいんだけど。信じますよ。え、まあ
この場ではそう言うしかないよね。だっていつもナシキさんの働きぶりを私は見てますから。ミルフ君、一人だけでも信じてもらえて僕は嬉しいよ。私は全員に事実を知ってほしいと思っています。今さらそんなことできないって。いや、できます。私を誰だと思ってるんですか。元牛鬼組の若頭ミルフですよ。必ずや真実を皆さんに伝えます。はあ、その気持ちだけで嬉しいよ。ミルフ君に話せてなんだかすっきりしたよ。これで明日からも頑張れそうだ。数週間後。ナシキ君、ナシキ君、プレゼン資料を持ってちょっとこっちに来てくれ。はあ、またか。はい、 USA。 ありがとう。でも USB な。アメリカ持って行ったら大変だって。服部主任、お待たせしました。ああ、明日のプレゼンだが。服部主任がやってくださるんですよね。ああ、そうだ。話が早いじゃないか。明日のプレゼンはかなり重要でな。取引が成立したら出世できるかもしれないんだ。そうですか。うん、この資料ならいける。俺が出世して給料が上がったら牛丼でもおごってやるよ。ありがたいだろ。そうですね、ありがとうございます。僕の力を使って服部はどんどん出世していく。悔しいけどしょうがないよね。服部のようなずる賢さがない俺がいけないんだ。そしてプレゼンの日当日。そろそろプレゼンが始まる時間か。さてと、行きますか、ナシキさん。え、どこに？会議室にです。いや、会議室では今プレゼンを。だから行くんです。え、ちょっと引っ張らないでよ、ミルフ君。頼んだぞ、服部君。ええ、大船に乗ったつもりでいてください。それでは始めさせていただきます。ではまずこの資料を。あ、服部君。どうしましたか？モニターを見たまえ。え？なんだこれ、アラビア語？おかしい、昨日まで普通に日本語だったのに。どうにかしろ。もう資料はいい。自分で作ったんだから口頭で説明できるだろ。そうですね。その。おい、服部くん。内容はど忘れしてしまって。なあ、片桐部長、この資料を作ったのは実はナシキさんなんです。なんだと？ナシキさんならプレゼンできますね、ナシキさん。うん、よくわからないが、ナシキ君、できるなら代わりにプレゼンしてくれ。わかりました。そして急遽僕がプレゼンをすることに。念のため練習はしていたから、なんとかプレゼンすることができ、取引は見事成立。よかった。ナシキ君、本当に助かった。ありがとう。いえ。服部君はどういうことだ？いや、ナシキ君が説明できたってことは本当にナシキ君の作ったものだったんだろう。前にナシキ君が君に資料を盗まれたと言っていたが、それも本当だったんじゃないのか？違います。それは違います。まあいい、今さら調べようがないからな。だが服部君、君の信用は地に落ちたと思ってくれ。そんな。1週間後。どうしよう、明日のプレゼンで挽回しないと。でも片桐部長が見張ってて、ナシキの資料は盗めないし。服部主任、コーヒーをどうぞ。ミルフ君、ありがとう。そうだ、ミルフ君、頼みがある。ナシキ君の作ってるプレゼン資料を盗んでくれないか？もしやってくれたら、俺が係長になった時に君を主任に推薦するな。悪い話じゃないだろ。そうですね、やります。ありがとう、ミルフ君。これでなんとかなる。苦しい。服部はアナフィラキシーショックを起こし入院することに。そして今回のプレゼンも僕が担当して取引が成立。服部は降格し、僕は係長になることに。
そして服部は降格になったショックで会社を退職。今は酒に溺れてアルコール中毒になり、家族にも逃げられたとか。神様は見ているんだな、そう思ったよ。でもどうしてだろう、服部はアレルギーはないはず。蜂にでも刺されたのか。いろいろ不思議な点がまだ残るな。何がですか。ああいや、どうして急に資料の文字がアラビア語になったのかとか、急に服部がアナフィラキシーショックになったのかとか。僕にとってはありがたかったけど、どうしてあんなことが起こったんだろうって。それは USB にそうなるようウイルスを仕込んだからです。え？そして服部主任に渡したコーヒーの中にアレルギーがない人でもアナフィラキシーショックを起こす薬を入れてたんですよね。全部ミルフ君がやったの？はい、やるって言ったじゃないですか。でもウイルスだったり薬だったり、そんなものどこから。裏のルートで手に入れました。腐っても牛鬼組の元若頭ですからね。じゃあ本当にミルフ君若頭だったの？そうですよ。この会社だと誰も信じてくれませんが。信じるよ。おお、嬉しいです。嘘だと思ってた。まさか本当にミルフ君が牛鬼組の元若頭だったなんて。でもそのおかげで僕はこうして会社の中での立場を取り戻した。ミルフ君には本当に感謝だな。ミルフ君にこれからいろんな場面で恩返しをしていきたい。ミルフ君、何でも力になるから言ってね。本当ですか？ならこれを買ってください。これは？姉さんのコラージュ写真です。買うと姉さんに命を狙われるので誰も買ってくれなくなって、在庫がすごいんですよね。買えない、絶対にそれだけは買えない。何でもって言ったのに。ああ、姉さんってもしかして着物いつも着てたりする？よくわかりますね。ミルフ君、後ろ。ひゃー、助けて。うわー、やっぱり元ヤクザなんだ。